まあ本当に2、30ペソでも喜ばれると思いますし、50ペソだったら全然喜ばれるのかなっていう感じですね。まあ、気持ちで支払ってあげるっていうのはいいかなと思います。僕はマッサージ行った時は、スパの、ま、あのテラピストさんには必ずチップを払うようにはしてますね。その辺は気持ちなのかなというふうに思います。まあ、あとはですね、家賃ですよね。まあ、コンドミニアムの家賃はですね、基本的にはですね、小切手を、現地に銀行の口座を持っていて、そこで小切手発行してもらうんですよ。で、それを毎月こう、家賃の支払いに当てるようなイメージなんですけれども、やはりですね、銀行口座持てないっていう人も結構いたりするんですよね、住所がなくて。で、そういう場合はですね、僕は自分そうだったんですけれども、3ヶ月分をキャッシュでも支払ってしまうと。まあ、これはオーナーの、コンドミニアムとか部屋のオーナーの、判断なんですけれども、まあ、日本人だったら大体大丈夫だと思いますので、半年分とかですね、長く滞在する方1年とかはもうまとめて払ってしまうという形、現金で払うという形だったら、銀行口座、小切手がなくても、長期滞在というのは可能。